木田さん、えー、今回ですね、えー、決済の方ありがとうございます。確認させていただきました。ラインの方でもちょっといただきまして。で今回ですね、あの木田さんいつもお、まあ、コピーのですね、いろいろと、まあ、セミナー来ていただいたりとか、木、えー、田さんだけにですね、まあ、スペシャル特典、特別特典をちょっと、上お客様特典をですね、つけさせていただきますので、まあこの他にもですね、まあ僕が、あの まあコピーのね話をしてる講義がありますんで2つちょっとつけさせていただきましたでそのうんなのでこの2つも、えー、コピーを書く上で何か新しい気づきだったりとかヒントだったりとかまあ、これを聞いて勉強することによって多分これからの書き方に役に立つんじゃないかなと思ってつけたんでまあ是非やってくださいまあもう右田さんはかなり勉強されてますんでうん マーケティングも勉強してるしコピーも勉強してるしあとはその、まあ、シューマーケティングにコピーを絡ませてどうやって集客してどうやって売っていくのかだけですからもう勉強してるんだあとは形にしてあとは、まあ、売っていくもしくはアフレートしていくだけですよね、うん、でその集客媒体がないんだったら集客媒体作るだけ集客媒体作らないんだったら広告かけるだけなんでまあ多分 LP とかもねもう作ろうと思えば作れると思うんですよ うんはいまあ、あとはほんとやるだけかなと思いますんでもう知識はかなりあると思うんで、はい、あとはもう形にしてみてください形に形にしないと始まらないんで、はい、ということで今回ね内容かなりいいと思いますんで是非、えー、しっかりと学習するだけではなく是非実践してこんな結果出ましたみたいなねいただけると嬉しいかなと思いますはい、えー、いつもありがとうございます